出ましたよ。ちょっとだけ定期、いやちょっとだけな、本当にちょっとだけだから。皆さんおはようございます、おはようございます。寝たよ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 。顔面白ポブコーン、寝て起きたのか。いや起きてたよ、起きてました、普通に起きてた。寝れなかった、寝れなかったんですよね。はい、寝れなかった。最悪なんだけど、本当最悪なんだけど、睡眠不足継続中なのにごめんね、おはよう。嘘つくと下切られる、やば、隠さないと。お、いいね、買い物行ったんだね。ちゃんと白状するのか、はい。ちゃんとね、白状しないとダメかなと思って白状した。言ってないよって言ったんだけど、ちょっとね、あ、壇上の1位がいないですね。え、オール組なの、仲間じゃん、やった。キランちょっとだけ2時間半、いやさすがにね、今日はちょっと公演だから無理やり終わるわ、眠くなくてもね。あの配信終わったらすぐ寝る。朝配信やったらね、朝メール送んないとダメじゃん。おはようって言ってるけどさ、レナさんあれだから絶対出っ歯になってきてる。アノマスフィース合ってないんじゃない、出っ歯になってる気がする。もともと出っ歯なんだよね、強制サボってたから。そう、少しだけでも寝よっかなと思って。オールで公演、えー公演見に行くのいいじゃん、こっち踊るんだよ。じゃあ寝ろってな。オールで公演見に行く、お仕事あるの午前中。とりあえず悩んだけど申し込んだ。お、今日までだね、今日のお昼か。いや当たったらいいね、とって頑張って。でもトレード出てるんだね、数は。オールで公演出るのはさすがにやめてくれ。さすがにね、さすがにきついよね、オールで公演出るのは。さすがにね、今日火曜だからかな、入ってくる人少ない気がする。みんな寝てるんだね。前髪が二重幅のさ、間にぶっ刺さって痛い。前髪長かったらマジこういうことがあるんだよね。今日から14、嘘でしょ、14連休嘘でしょ、何そのなんかホワイト、ホワイト企業って呼んであげるよ。結構レナのファンの人って、あのブラック企業で働いている人が結構多いんですけど、勝手になんかブラックって言ってるだけだけどね。もうまだ5時だからね、平日しか応募してない。ほんと、いいじゃんいいじゃん、平日ね、平日大変だけどね。高橋先生も言ってたし、綺麗な E ラインですか、ありがとうございます。そう、結構ね、あのブラック企業で働いてる人が多いんですけど、まあホワイト企業があってよかったですね。はい、仕事がない、今日明日本来仕事、あーお休み取ったってことね。仕事がないんですよ、ニートですか。まあニートもいいと思いますよ、今は多様性なので。はい、いいと思います、幸せですよね、招待できるから。ブラックではないです、あ、いいね、ホワイトだね、それホワイトだわ、ただ偏見。いやそうそうそう、だってレナが配信できる時間って大体みんなさ、お仕事の時間じゃん。でなんかあのレナの配信中に仕事行ってくるとか、まあ、夜勤の人とかねとか、今まだ仕事だよとか言ってる人は勝手にブラック企業ってレナが名付けてるだけ。会社辞めたいです、辞めちゃいな。やめちゃいな。
ブラックだから辞めたいと思うんだよね。結婚していいよ、みんなブラック企業で働いてるから結婚してあげる。お疲れ、ありがとう。これ見に行きたいがために二日休みだった10連4連休確定した。マジで？それさ、あれじゃん、14連休ぶりにあの会社の人に会うのが気まずいやつじゃん。おはようございます、おはようございます。あ、そうか、幸せな気分です。目つき悪いんだよね、レハって。早退職行くね。お、いいね、楽しもうね。今日は寝ちゃダメだよ、こんな時間に起きてるけど。公演中寝ちゃダメだよ。おはよう、おはよう、おはよう。試験です。試験マークがついてないってことは過去にあれで来たんだな。なんだっけ、ミッション。ん、今日みえちゃんの生誕祭当落の日だって。みんな申し込んだ人当たるといいね。木本に住まい、花々のところに結婚申し込みたいんですが、どうしたらいいですか。どうしたらいいか教えてあげよっか。まずはレナに許可を取る。申し込んでいいか。そうそうそう、一人みつき、あれがね、朝お見送りされるとかご褒美じゃん。え、ご褒美なの。みつき悪くていいんだ、じゃあ。あら、立ち見。うわ、待って、メールで言っててくれてた、立ち見って。腰、腰痛持ちか。きついね、それ。腰痛持ちだと。座れないな。今月のラスト、制服上フェラーリティア29か。申し込んでいい？もう申し込んでるけど。じゃあダメじゃん。じゃあもうレナに聞いても意味ないやん、それ。唇色な、上唇とかもうないし、白やん。許可毎回いるよ。結婚してギフト投げてきてもいい？っていう許可がね、いるよ。最近肩が痛いの。この人はこの時間に出るか絶対変身変わらないの。素敵。素敵ではない時間だけどね。時間だけで言ったら素敵じゃない全然。え、無理。油の人って思われる。おでこ見て、おでこだけ見て。油の人じゃんこんなの。しかも前髪だけ。今日気をつけたんだけどな。なんかさ、レナのこのオイルさ、レナってあのなんだっけ、あの髪の毛濡れてる時にドライヤーする前にオイルつけるから、自分の髪の毛にどれぐらいヘアオイルがついたかがあの分からんまま乾かして、で乾かして、うわ今日オイルつけすぎたって気づくんよ。かわいせんにやめろ。最後ありがとうございます、かわいこちゃん。かわいこちゃんでよーん。だからさ、だからそうなんですよね、気づかないんですよ。レンちゃんおはようございます、おはよう。そう、乾かすまで結果がわからんくて、いや毎回気をつけとんねん。そう、なんかもう今日は絶対こんぐらいオイルみたいな、今日はつけすぎてないやろみたいな。つけんかったらバサバサになるからさ。だからさ、で昨日もつけすぎました。油の人です。でもオイルと油って一緒やからね。だから合ってるっちゃ合ってるような。そうやって言われても、日本語ってなんか嫌やな。オイルやったらさ、かっこいいやん別に。いや、かっこよくはないけど、オイリーとか言うけどさ。おはよう。そう、油加減難しい。油ぶりやめて。戻ったよ。で、28神戸なんか食べたい方、方がいいん？あ、食べた方がいい、おすすめのものある。28神戸なんだ。神戸だったら南京町とかじゃない？時間があるかどうかにもよるけど。
お土産とかだったらなんだろうな、神戸でしょ、神戸プリン。ゆあが食べてたけど、神戸プリン食べたことないけど、なんだろうな、神戸だったら、うん、何で行くかによるよね。お仕事なんもないかな、神戸は。なんだろうね、ライブに行くんだ、一泊。ライブだったらお土産程度の方がいいよね。神戸プリンとか買っても重いしね、持って帰るの。寝癖直しだけつけてます。あ、そうなの、髪乾かす前に夜に寝癖直しつけんの。あ、このトーク握手行くね、許可じゃなく宣言。え、なんで、この間までレナだけじゃ、レナだけだったじゃん。日本語ミスった。いやだ、キュンキュンオイリーです。キュンキュンオイリーだよー。日帰りなのか、じゃあお土産の方がいいよね。なんだろうな、なんだろうな、お土産か。ゴーフル、え、ゴーフルとかさ、どこでも悪くない。せっかく言ってくれたのに。まあでも確かに神戸ってゴーフルだな、それはあるわ。プリンもね、日持ちするし、まあ、重くなければって感じだよね。長老みたいな。言えてないか、アウトじゃないよ。最低なんだけど、こないだだってレノだけだったよね、こないだの幕張。うわ、増えてるじゃん、おかしいと思いますけど。いや、おかしいよね、おかしくない？とか、なんかみんなさ、なんか押し増し多くない？押し増しするの早くない？全然いいけどね。いや、バカにはしてないよ。バラありがとう。そうなんですよね、バカにしてないけど、ちょっとレナがね、オイリーだから、そう、やばいよね、塗りすぎた、普通に塗りすぎました、油を塗りすぎました。いいんかい、だって撮ってるじゃん、もうどうせ。どうせ撮ってるじゃん、けん。もしもし、許されたら不倫の渡したいから許可もらっておいてくれ、はなちゃんから。言わないよ、そんなの。言わないよ。言わなきゃ何でもいいんだよね。ゴーフルってなんや、え、ゴーフルわかんない、え、ゴーフルって神戸のものなの、え、ゴーフルって日本中にあるんだと思ってた。え、なんかサクサクのさ、甘いさ、なんか空気のせんべいみたいな、甘いやつ、甘いせんべいになんか薄くクリームが塗ってあるやつ、そうそう、せんべいみたいな、けど甘いんだよね、炭酸せんべいみたいな感じだよね、なんかバレなければいいよ。バレなければ余裕だよね、そんなの。でもワンチャンバレないと思ってる、言ってきてるんだよ。宣言すんな。宣言してくんな、絶対。でも隣のレーンとか見てさ、あ、いるじゃんとかなったら嫌だよね、そのための宣言でしょ、多分バレた時用のみたいな、わかんないけど。続いていいけどね。風月堂、え、何それ。知らなかった。ちょっとわかんなかったでした、わかんなかったでしたね。おっつーん、あー、時間帯違うんだ、時間帯違うのか、ゴーフルのお店なんだ、ゴーフル専用、ゴーフル専用っていうか、ゴーフルのお店。おはようございます。いや、それな、これで柿本行かなくて他の子行ってたらマジ、いや、大問題レベルじゃないから、問題にすらできないことになるよ、そんなの。話はいつも1から3の朝だからね。あ、そうなんだ、え、そうなんだね、全部午前なのか、ツーショット会も午前なんだ。いや、かきれいな、ほぼ午後、ほぼっていうか全部午後だね、全部午後なんですよね、私ね。え、そう、意外とね、地元の食べ物とかってあんまり食べないし、知らないよね、あ、これって地元出身の食べ物なんだとか、あ、
悪くない？普通に日本全国にあると思ってたら周りの人は知らなかったみたいな。一部二部なんだお花。そうなんだ。痛い目が刺さる髪が。終わるかなんかね、かわいいね、みんなアバターが。アバター今見てんだけどさ、アバターがなんかかわいい、みんなみんなかわいい。え、一番かわいいやつ言っていい？一番かわいいアバター言っていい？なんだろうな、めっちゃかわいいんだけど、なんか今日カラフルだなって思ったんだよね。アバターじゃなくて、その画面がかわいいなって思ったんだけど、いつもだからすれ違ったか現実会えないって言ってたよ。あ、そうそうそう、会えないんだよね。そう、会えないんですよ。会えないんですよね。岡山名物きびだんご、そう、和歌山だっけ、岡山だよね。起きてた、終わったら負け休むかも。おい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 、髪の残しってなんか塩味のやつ、なんかせんべいみたいな、せんべいっていうかせんべい味みたいな。これだべ、北海道じゃん。え、北海道メロングマじゃないの？犬グマじゃん、ダメじゃんこれだべじゃないよ。おはよう、よよ、僕のアバターは、あれでもタップしたらなんかペンギン出てきてる。ペンギンかわいいね。ペンギンはかわいいわ、普通にかわいい。ペンギンポチャッコかわいい。ポチャッコ、ポチャッコ、ポチャッコかわいいね。ポチャッコもキラン今日かわいいよね、いつもかわいいよ。通信写真ポストしたらバレるかね。バレるよあ、え、雷起こして硬いんだ。え、そうなんだ。へえなあ、俺こんな最低なやつだったっけ最低だよ、最低だよ、最低だよ、知らんかったのチョコボールおる。え、どこに？チョコボールどこだ？チョコボールってなに？チョコボール食べたい。チョコボール、チョコボール、マスコットなんてこの人飛行にあるからな。え、そうなんだ。なんか映っちゃダメ、アバターにしちゃダメ。ピオリン食べてない、食べてない。横に朝のね、シャチホコアバター持ってるよ、レナも。桃だね、確かに。かわいい、かわいい、ピアノ好き、かわいい。この人初見さんのもかわいい。ちょうどかわいいギフト探してたら初見さんのギフトが、あ、ギフトじゃない、アバターがかわいかった。あ、2人目の初見さんのギフトはかわいくなかったお侍さんだった。え、キョロちゃんいたの。ああ、嫌われた死んだ。朝から推しに嫌われるとか嫌だよねなんか嫌いみたいに言ったみたいになってるけど、全然言ってないけどね。名古屋名物何か食べた、なんだろう。え、串カツ食べた。あ、串カツじゃない、味噌カツな串カツ大阪だったふなっしーは船橋市駅飛行に。え、ふなっしーって梨だからふなっしーかと思ってたら、船橋市だからふなっしーなの。え、待って、死んだ、 初耳なんだけど。え、朝配信やってたら、あの、なんか、あの、初めてのことをたくさん知れて嬉しいです。船橋市船市なんだ。そうなんだね。おはようございます、おはようございます。はじめまじゃない、なんか可愛いようで可愛くないアバターだねなんかバラを持ってるひよこ、ちょっとね、可愛いようで可愛くないですね小僧さん、小僧さんって何、小僧とか言い方悪くない死んだ。梨ぶっしゃ言ってるか、梨。え、そうなの？梨な、え、今日みんなさ、アバターかわいい。え、おはようおはようって言ってくれる人、みんなアバターかわいい。いつも気にしてないだけで、みんなアバターかわいいのかな、やっぱ。いつもテンプレネーションで行くかげな。
みんな可愛いな。なんかアバターもね、なんか大きさとかあるよね。なんかちっちゃいアバターから大きいアバターまであって、ね、大きいアバターからちっちゃいアバターまであって可愛いですよね。可愛い。なんか真ん中ら辺のアバター可愛くない？ピンクで今日可愛いよね。おはようおはようおはよう。アバターだけでも可愛く可愛く。アバターだけ。ポチャコか。ポチャコ可愛いね。ポチャコ可愛い。普段男女読まない、多分男女読まないしか見れない、多分普段見てないからだと思う。僕も可愛いでしょ、あんまり少年、夏のレナ、夏じゃないか、夏というか半袖短パン少年の時のレナだね。うわ待って、明石焼きやばい。え、なにこのアバター。めっちゃ可愛いんだけど。明石焼き可愛い、可愛い、可愛い、可愛い。アバター変えてんじゃん、なんかサンリオのリボンみたいな、ふわ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 の人に。かわいい、知ってるよ。絶対さね、SC48 って書いてあった、かわいかった。足焼きかわいい、かわいいですね。はい、ちなみに里加穂さんのアバターも持ってます、持っております、持ってますね、加穂さんのアバターもかわいいよね。キレナさんの好みがよくわからん。え、何の好みアバター、アバターをかわいいって思う好み。かわいい、かわいい、してるよん。絶対さ、レナの配信さ見てなくてさ、普通にかわいいと思ってかわいいって送ってさ、知ってるよとか言われたら、こいつこういうやつなんだ、さようならってなるよね。死んだ。アバターの好み特にない。え、てかさ、生誕のさアイディアをどうしようか迷ってて、みんななんかある、なんかある、生誕のなんかどんなやつがいいとか、なんか着やすく普段着れるようにがいいとか、普段着れなくても別にいいとかある、なんか普段着やすい方がいいの。でも生誕ティーって普通の T シャツってさ、あんまり着ないじゃん普段だから、なんかもう別にみんな着なくていいかな、みんな着あんまり着ないかなって思うんだけど、どうしようね。あやるなちゃん、おはよう。自分を押してくれてる人が違う人のアバター使ってるのはどうなの。いや、あんまり何も思わないかも。その人のことの方が好きなんだなって思う普段着れそうでも普段着ないから、なんか変わってるしなんでやねんに変わってるたこ焼きに、かわいい。ふだん着れそうなやつあのやってもさ、あんまり着らへんやん。おはよう。広島県のアバター、え、かわいい、もみじまんじゅうかわいい。え、揚げもみじまんじゅう食べたい。揚げもみじまんじゅうがいい。揚げもみじまんじゅう食べたい。え、だからさ、どうしようと思って。生誕ティー普段使いできるのが嬉しい。え、普段着る？生誕ティーとか。でも一部ファンは他の子に知られますじゃ生誕ティーは普段使いシンプルな感じがいいかな。着るの？え、でもさ、なんかお仕事してる人とかはさ着なくない？普段お出かけする時も生誕ティーとか着なくない？なんか生誕ティーじゃなくてもさ、普通にさ、なんか T シャツあんまり着なくない？だってレナもさ、よく考えたらさ、 T シャツって楽だけど、ダンス踊る時ぐらいしか着ないなと思って、普段あんま着ないなと思って。
あ、そうそう、パジャマとかは着たりするけど、パジャマとかレッスン着とかにしちゃうから、だからなんかみんなよく考えたら普段着れる方がいいっていうの何回か聞いたことあるけど、着んのかなと思って、どんだけシンプルでも普段着るのと思って、 T シャツって漢字で書き一文字ね、ピンクとかにしちゃおうかな、ピンクにしようかな、蛍光みたいな濃いピンク、よくない、よくない、よくない、部屋着だよね、部屋着だったら何でもよくない、つまりセーターってこうチョパレもそうなんだよねアウターには使わない上になんかほら、そういうこと、ピンクでも着てくれんのやだじゃん、挑戦 T シャツは着るよね、それ挑戦 T シャツさ、もう街中で着れたらもうレナのやつ何でも着れるじゃんピンクでも着れるよ、ピンク無理言われましたえ、そう、握手会とかね、大事なイベントの時しかね、公演とかね、ね、しかないよね、ダルメも私ピンクのセーター1回しか着なかった、え、そうなの、お疲れ様です、挑戦 T シャツ使おうとしますけどえ、それ使えるならさ、あれじゃん、もうレナのさ、セーター T もしピンクにでもさ着れるじゃん、大食いチャレンジいいね、挑戦だからね、あれもうすんごい T シャツだよねすっごいよね、すっごい T シャツでしたね、はい、でなんかめっちゃおもろいこと言っていい、まあ、SKE だかオレンジっていうのは分かるんだけど、スタッフさん黒着てました黒とオレンジがあって、なんかレナたちはオレンジだったじゃん、スタッフさん黒着てましたスタッフさん黒だったんですけど、オレンジじゃないんですか、そこは、そこオレンジですよね、恥ずかしかったかなんかわかんないけど、生誕ってやればコメント会に来てく、おー嬉しいね、それはね、スタッフさん黒の挑戦 T シャツでしたオレンジね、オレンジ着ないんですか私たちオレンジだったんですけど2日間別にええやねえ、黒が待ってたのかな、オレンジの人一人もいなくて、ちょっとね、なんかんと思いましたけど、あれ全員黒じゃんと思ってもう言ってないですけど、それは、はい、いや可愛いからいいんだよ、失礼やー、試験に来てくと複数のシールといつも着替えが大変なの、あーね、みんな着替えてんだやっぱ、だからね、さ、ツーショットかなんかマイメロちゃんの衣装にしちゃったけど、もうやらかしたかも、絶対熱いよね、死んだかきりゃん黒じゃなかったな、かきりゃんオレンジだよ、あ、写真入れない方がいい、写真じゃない方がいい、生誕 T、 生誕 T っていうか生誕、生誕グッズ、鍵本昨日の答えだけで公演は見たいと思ってるよ、やった、見たいと思ってる、行こうと思ってるじゃなくて見たいと思ってるどっちだ、おはよーい、スミオカンありがとう、重ね着してもバレる、確かにね、みんな蛍光色とかでさ重ね着したらさ、ピンクの下水色とか着たらさバレるよね今日もカン笑顔カンありがとう、リー君やバリ君の写真ならあり、あ、確かにありだな、それありだね、可愛いね、着れるね普通に、マイメロの丸？じゃ35分だったら終わるね、写真とか決めれないわ多分ね、バレるよね、まずは DMM から、あ、見て見て DMM で、じゃあそうやって部屋に合ってる、ありがとう、おちゃんおはよう、早すぎおやすみおはよう、おやす、早すぎ、おやすみもっちゃん、もはよう、早すぎ、おやすめ全然違かった、レナが読んだコメントと死んだ、干し柿のプリントとかなら着れるなんで干し柿なんだよ干すな味してくれてありがとう、こちらこそ、綺麗な写真にしよう、白のワインセットの写真だね、うん、6時35分、あ、うどんかわいい、あ、うどんかわいい、オッ
かわいい。なんかチキン持ってる、うどんとチキン持ってます。柏店的な、それってもしかして。そうだよね、多分手に持ってるの。浮きたい。やめて、それでなんか圧かけてくるのやめてよ。研究生巻き髪できないんだよね。上ちゃんの顔の横にカモノハシって書いてあるティッシュ。うわ、絶対かわいいじゃん。え、待って、それありなんだけど。え、ありすぎ、ありすぎ、ありすぎ。待って、頭痛っ。生誕くじも決めないとダメだし、とりあえず先に生誕グッズなんだよ。なんかあえてかけらん生誕ティッシュ着て、あーちゃんサイリウムのいるフロア。やばいやん、 DD やん。ダメは来ないと5時台にちゃんと終わるの草。頭痛い。骨付き、骨付き柏…え、柏店って骨付いてないよね。ミートスイートサヤミータン振ってくださいね、それはさすがにね。お祝いしましょう。ミータン生誕祭、29だね。そう、今日公演なんだよ。マジ早く寝ないとやばいけど、気づい、携帯見たら5時2分とかだった。5時だって。そう、ビビった、やば、やっちゃった。見て、人に見える。いや、起きたのかってさ、本当に2人だけなのに DD っていうのやめてもらっていいのか。2人、いや2人なの、2人じゃないじゃん。ココミンとさやねはどうなってんのよ。起きたのかと思った。いやね、今日出るんだよレナ、今日出るんですよ、制服の向こうへ。まあまあ今日6時開演だから、まあまあまあリハ終わったら寝れるな。でも時間ないな。今日出るんですよ私は。35分。じゃあ、あと名前の右のリボンは気ありないね。思った、なんかリボンついてるなと思って。何のリボンなの。一人28時間しません。35分、ありがとう。お疲れ様です。6時間でもリハあるやろ。リハね、あるけどね、そんな寝てるよ。リハ終わりね、時間あったらね。要塞分かることは何でも知ってるから。ユアには寝てない。ユア寝てるよ。 LINE 帰ってこないもん、早々から。3時とかぐらいから帰ってこない。はい、お風呂入って寝なさい。かわいい、ハンギョドン。ハンギョドンかわいいよね。もう色合いが神だよね。色合い、もうくちばしピンクのあたり、かわいすぎて無理。衣装着てて、つらいの自分だからマジで早寝な。いや、それな。え、けどね、大丈夫、余裕だからね。私はいつでも余裕です。公園の汗頭痛いながら配信強すぎ。うん、帰ってこないから。いや、お風呂入ってるよ、お風呂余裕で入ってる。ユアさん多分寝てる早々にね、全然 LINE が返ってこなかったから寝てますね。ニャンニャンが寝てるのに鍵までしっかり注意、逆転。いや、それな、もう尊敬だよね。自分でも思うわそれ。なんかさ、28時間配信のさ1日目、土曜日の夜はもう本当に10時前に寝て、で次の日の朝の8時ぐらいに起きたのね。もう天才的なさ、天才的なあれじゃん、あのスケジュールじゃん、そんなの。寝てるスケジュール天才的じゃん。なのに日曜日に帰ってきて、お風呂がだるすぎて、お風呂を2時とかに入って、2時は言い過ぎだか、1時とかに入って寝たのが3時とか4時なのね。んで今日起きたのが夕方の4時じゃん、昨日か、昨日起きたの夕方の4時で、それ夕方の4時に起きたから寝れないじゃん。ダンス踊ったけど、まあ、今から寝るってわけですよね。まあ、今日は朝の6時に寝るっていう、はい、もう最悪な人間ですね私は。そういうとこ好きだよ。リボンの毛はノーコメで、なんでもうね、お風呂がねやばいんですよね。そう、天才的なアイドルさん1日しか持たないですよね。足がつらないことは気になってます。おやすみ、ありがとう。いや、もう寝れないじゃん本当に。変な返信見るごめん、ね、大丈夫だよー、かわいい、知ってるよー。いや本当にね、マジでおかしいやつなんですよね私は。おかしくてもやばい最悪な人間なんですね。はい、ということで寝ますね、最悪な人間は。そろそろ
すいませんね。2日前までは10時前に寝て朝の8時に起きて最高な人間だったのに、最高な人間でしたんですけど、今日はもう今から寝るっていうもう最悪のやつですね。本当に最悪だな、こんなこと考えてたら。時計見るたびにさ、もう自分って最悪じゃんって思う。もう5時、5時何分 ?6 時じゃん。ああ、もう最悪じゃんってなる。いや、お風呂やばいよ。お風呂強敵すぎて。本当に。あ、よくわからない遊びするわ、今から。今からそれするわ。それしながら寝るわ。任して。焦るとね、寝れないんだよ。そうそうそう。やばい、早く寝ないと、早く寝ないとって。だってもね、寝れないんだよね。てか大丈夫、加減好きよ。毎日配信してるの、すごすぎん。してるよじゃあ寝ます。冬なら病んでた。危ない危ない。え、冬ってマジ病むよね。エレナさ、今さ、このねパジャマじゃん。これファンの人にさ、なんかあったかくなった頃になんかもらって、でなんかあのモフモフの冬用のあのパジャマももらったんだけど、マジ今考えたら夜にあのパジャマでは泣いてたけど、このパジャマでは泣いたことない気がする。わかんない声に出る朝すらこれだかも。いや、それな。おやすみ。じゃあみんな、え、ちょ、朝メールさ、起きてからでいい？3時とかでいい？昼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 でいい？朝ごめんね。え、ちょでも朝メール送った方がいいよね。いや、送るわ。ちょ、昨日サボったし、昨日サボっちゃったし、送るわ。送ります。朝は送りますね。今から送りたいと思います。See you next version。 じゃあねみんな、おやすみ。ありがとう、ありがとうね。今日も入ってくれて、久々の朝配信見てくれてありがとうね。公演も楽しみしててね。楽しもうね。来れない人は夜配信待っててね。お仕事頑張ってね。じゃあねー、バイバーイ。バイ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 。ありがとう、入ってくれて。バイバイ、おやすみ。バイ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 。